それではやっていきたいと思います。まずは文字なんじゃん、すごこれはケーキになるやつで、間違えたこれティッシュじゃん、これでやってしまった。みんな同じの買ってきたらできるよ、コンビニに走っておいで。みんなこれがパンのやつ、まずはまずはこれはね、じゃあまず開けていきたいと思います。これをなんかさらね、こういうの開けるときね、めっちゃねぐちゃぐちゃに開けちゃうんですよ。これを開けていきたいと思います。じゃーん、開けたらこれが出てきました。じゃーん、これが違うよ、じゃーんって。じゃあ今日皆さんこんにちは、サラキッズチャンネルです。それでは早速作っていきたいと思います。まずは三角、みんなスクショできた？三角カップを切ろう。取って。まず、でもなんかさ、これ上手にハサミで切った方がさ、いい系かもしれん。というと、なんかいるらしい。
なんか。チョキ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 とか、じゃあ効果音を自分で入れんといけん。切り取り線、切り取り線に沿ってハサミで切って遊んでね、だって。はーい、はーい。ワイも家で画像編集するから対決やしてみて。ありがとう。でもね、写真のあれはほぼ一緒かもしれん。さらね、ツイートね、いつも無加工であげてるんですよ。ノーマルのカメラであげとるけん、あんまり漏れてないね。うん、もう美味しそう。食べたくなるわこれ。うん、美味しそうじゃないもんこれ。うん、いい匂いがする。こうしない方が好き。そう、サラは自分では加工する方が好きだけど、加工せん方がいいって、そう、お母さんとかに言われるので、しちゃダメって言われるので、仕方なく iPhone のノーマルのやつ。美味しそうだけど今なんかもう最悪。レモンのやつさ、食べんかったらよかった。匂いがさ。で、まあいっぱいに、いっぱい匂ったところで、次はん？レイ方はどこ？あ、匂うなんていう作業はなかったですね。メングルオタクは無加工の写真が好き。本当？サラは分かんない。女はか分かんないけど、加工した写真が好きなんですよ。まあ加工した写真って言ってもね、それ自分じゃないんだけど、サラは加工したいんだけど、これ置いときたいな。加工したいんだけど、せん方がいいって言われた気がしてないんだけど。そう、あ、見て、もう一個あった。三角カップをハサミに切ります。じゃん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 。 BGM 自分で 11cc だベストだと思います。なんかここにね、水あるんですよ。サラが空が好きなスーパーマリオ、これで、ね、なんか落ちそうよね。なんかさ、今日さ、いつもサラたちがいつもよりもさ、年下に見える。今日だけだからね。次はまずこれを切ったじゃん。これを切ったら、これを切って、まあまあまあ、とりあえずこの辺に置いといたら、次はなんか
なんかね、角度押さないだと思う。いつもは大人だからね。4マス4マス4マス1マスだって。4マス4マス4マス。ちょっとこの上に置いてあるね、箱の上。ちょっとなぞいて。よいしょ。あ、ごめんね。妹だしね、勝手に使っとるしね。朝配信でさ、なんかスライムの画角できんくなった。朝配信でさらさやるって言ったじゃん。でもさ、それ妹にさ、それから会ってなくてさ、そう、このこれ勝手にやってること自体も妹知らないんだよね。だから怒られそうなんだよ。まあ怒られてもいいんだけど。ウェハースの表よ。あ、好きな大きさ。でもどうしよう、これ悩むくない？ケーキ、でもそれこのケーキ作りたいんだけど、なんか好きな大きさで切るって言ったら難しいね。じゃあまあとりあえずちょっと、でも待って、サラはこういうのさ慎重にやりたいんだよ。7センチなので、7センチなので 2×で横が2センチちょうどなので、222を3枚作った後、あ、妹はめっちゃクールな塩、なんかクールではなくてただの塩ですね。あれは妹はただの塩で、なんかただの塩って感じで、まあ妹はなんかちょっとギャル妹はちょっとギャルなんよ。と、過去が横が7センチで2センチなので、2×2 のこの2センチがここだから塩ギャル。そう、妹はなんかただの塩ギャルなんですよ。顔なんか似てる、似てない、全然似てないかも。最近は特に似てない。ああ、飛んだ。これちょうどいい正方形だよ。ちょっとまあ、ちょっとまああれだけど、
センチで。また飛んじゃった。あ、まあなんかちょっとあんまりうまく切れてないけど、これ結構いい感じの正方形。じゃあ切ったのはここに置いといて、大丈夫じゃない。やばくない？昨日からめっちゃ飛ばしおる。やばい、あれ飲み込みそうだった。頑張ってくださいって頑張ります。おお、飛ばんかった飛ばんかったよ。3、クリームを作ろう。2つの大きな穴にバニラクリームの素、いちごクリームの素をそれぞれ入れます。ほうほうってバニラクリームの素といちごクリームの素を入れて、そこにカップ一杯の水を入れ、スプーンでよく混ぜます。おお、サラの好きな混ぜ混ぜじゃないか。え、ちょっと待ってさ、もう部屋ぐちゃぐちゃ、机の上ぐちゃぐちゃすぎてやばいんだけど、ちょっと一回片付けよう。あ、違う、やばいんじゃけどとかさ、キッズチャンネルは言わんわ。分かんない、言うかな。でも自分の妹ちっちゃいけどね、めっちゃギャルすぎてやばいよ、サラの妹。よいしょ、これって、あー、サラ、対象年齢はですね、サラはでもヤバいは結構言うけど、あんまりギャル語は喋らんよ。13カロリーらしいよ。小さなお子様では作り方が難しいので、保護者の方が手伝ってあげてください。いや、一人でやってるサラさすがだわ、マジでさすがだわ。何にも特に書いてないよ。えらいわ。まあ、さすがですわ。で、次は。そうそう、クリームを混ぜるみたいな。じゃあここに置いとっちゃダメじゃんね。これどうしたらいいんかね。この中入れるか、サラのケーキたち。
できました。パチパチ。それでは待ってね。でもそういうのは混ぜるの楽しみ。2つの大きな穴にバニラクリームの素、いちごクリームの素をそれぞれ入れていきます。そこにカップ1杯の水を入れ、あ、カップって何かと思った。え、待って、楽しいじゃない混ぜるの。それではやっていくよ。レッツゴー。お水はここにあるよ。YouTuber ってさ楽しいかもね。言ってみてさ思った。やりたいわ。いい匂いがする。割と綺麗に入ってた。まあ匂わんわ。匂わせようとしたけど無理じゃわ。これはバイバーイ。次はバニラを入れていきます。いやー、サラこれで JK なんよね。JK なのにこんなことしてたらいけません。本当にいい匂いだ。まあサラはキッズチャンネルなので編集は自分ではしません。それでカップ一杯を小3には見えんよ、中3くらい。色がつくよ、入れたら。なんか事故りそう。ほら、すごっ。じゃあちょっと混ぜよう。まずはイチゴから混ぜます。待ちに待った。
固まりそう。折り返し線で裏返し、どういうこと？折り返し線で裏返し、裏返して舐めたくなっちゃった。あんこみたい。クリームじゃないです、これはあんこ。めっちゃおいしいよ。つまみ食い。味見大事なんでね。味見は大事よ。いや味見なんでね、これは。これは味見なので、ちゃんとね、料理のね、作るあれにおいてね、味見はね、大切なんですよ。もう早く食べたいわ。味見は大切なんです。癒し。
じまじできた。こっちに入れて、そうピンクちょっと固まってるんですよね。スライムがなんか蘇るね。オキマルリンチョス。これを入れて、おいしい。うん。白とピンク味の違いしな、味一緒だよこれ。くくり方合ってる。あ、これは自分で食べるんで大丈夫ですよ。ちゃんと舐めても入れて、次はクリームを下の方まで持っていくらしい。下の方まで持っていくらしいよ、これを。どういうことかな。大変。そうそう、絞れるように、よいしょ。え、でもさ、意外にさ色混ざらんくない？好き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 。何の歌でしょう。すごい。あ、え、でもさ、下まで降りてくれん。よいしょ。あ、もうぐちゃぐちゃや。じゃあちょっとここで切ったら、ここで切ったら、ここで切ればいいのか。あ、まあ下を切れば下まで行くってこと？そう、ここで混ざったらいける。じゃあここで直近ってして、じゃあまずはアイスを作ります。アイスはね、これね、え、ちょっと星で見えんかな。うまくない？見えんか。うまいんよこれ。え、うまくない？
そう、中は空洞だけど、あ、空洞にせんでもいいらしいよ。次はタルト。あ、アイスさ、2本作れるらしい。アイスを、そうそうそう、コーンの中に、ね、まあいいや、コーンの中入れなくていいや。あ、でも、あ、でもいいや。結構ね上手。あとは次はタルト、ちょっと見えんけど、ちょっと一旦下ろして、一旦下ろして、なんか細いやつがあった気がしたんだけど、どこ行った？おった。これを入れて、ゆりっちからLINE が来た。で、トッピング、これできんやん。ちょっと待って、スプーンで、そう、多分配信見とる。ちょっとこうやってやって、まあまあ後でね、ちょっとキラキラをつけて。あ、来ました、来ました。次はケーキ。そろそろ6段ぐらいのケーキが作れそう。で、もう一段重ねて、この辺は雑でもいけるかもしれん。で、あーね、手の温度でなるよ。ちょんちょんちょん、はあ、見て、六段ケーキ。あ、ほんまじゃ、南ゆりなの放映が始まりましたって出た。ちょんちょんちょん、でこうやって、最後はニューってやってフ
スケーキ。ちょっと待って、周りを。ちょっとね、これでこっちに持ってきたりしよう。ちょっと待ってね、お皿持ってきたい。その後ね、ちょっとデコール、あれがデコがあるので、それをやろうと思います。タルトと、ちょっと待っててね。これ、可愛いっちゃ可愛いかも。これをどうやって工作したら、アイスは、アイス台ね、なんかね、切り取ろうと思ったんだけどね、ちょっとこう不思議なね仕組みになってたから、見て、このこれをちょっと切りますね。まずはお皿の、ケーキのお皿ができたよ。他はタルトのお皿も。助かるかな。セーフ。忘れてた。よいしょ。アイスの巻き紙を。ちょっとね、これもスプーンで。上手じゃない？
けど、そうアイスをねどうしようかなっていう感じ。スプーン使うときなんか舐めないとね固まっててガタガタなんですよ。あとねまだねちょっと残ってるから、そうちょん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 できた上手。なんかちょっとねこういう柄にしてみたよ。で最後にこのこれを振りかけるんです。さあ可愛くなるかな。あお皿の位置、はい、あでも適当でも結構いい感じ。いいねこれ夕飯はやばい。あおアイスもよいしょ、こんな感じにしてここに置きたいんだけどね。あげんよ、ゆうちゃんにはあげませんよ。よいしょ、よいしょ、どうやしよう。こんばんは。まずはこれを切ろう。さっきの台ででも仕組み的にね、なんて言ったらいいんじゃろう、こうん見えるかな、ここが浮いてるからここだけ切ってもねこの全部がないと支えられないんです。これ、これで、完全に
5000人の皆さん、皆さんくれぐれも、サラはいつもはこんな感じじゃないですよ。こんな感じ？あは、どうにかして立たせたいんだけどな。これでチョコのふりかけあるよ。こう？こうやって両手にも、あ、でもテープ、テープがあるよ。いけるかな。あ、全力でし、あれ、なんか失敗しちゃったぞ。ちょっと下の方も切って、飛んだ。サラッコこれでいけるかな。これでちょっと一回刺して、もう一個も切りますね。これ切っていくよ。違う、ちょっと変なところ来ちゃった。太陽だって呆れてるでしょ。すごくない？これサムネの2って感じ。予想以上の出来？なんかどうにかしてさ、一つのところにこうまとめたいんだよね。どうしよう、なんかいい案ない？なんか私、なんかひらめけ、なんか何かひらめけ、何かないのか、なんかないかな。なんかないかな。なんかないかな。セロテープ、これ美味しそう、食べよう。
なんか考えよう、これ食べながらちょっとみんな、私これ食べて休憩するからなんか教えてよみんな。ねなんなの？クリームをどうだい？ああでもそこまでの強度はないかも。でもいけるか、待っていけるかも。でもどうだろう、まあまあ、箱に穴を開ける。ああでもそれでもいけそう。どうしよう、ちょっと一個一個やっていこう。ちょっと先食べちゃった。ちょっと寄らしてこれを。ドキドキ。あ、待って待って、もうあんまりねクリームもないから、これをこうかき集めたら、固めるか。でも無理じゃない？無理かもしれない。あ、無理かもしれない。ピエーン、ちょっといっぱいこうやって、いや、いけたかよ、これ。ちょっとこっちから出した方が早い。いや、思いついた人天才ですね、これは。やばいわ、サラの方が若いはずなのに。すごくない？いけたよ。スプーンどこ？ジェットコースターが嫌い。いけた、いけたよ。でも移動させたくないけさ、お皿あんまり持ちたくない。じゃあもう一個の余りのアイスを味見したいと思います。ちょっと斜面ね、終わってから取るね。ちょっといっぱいこれつけよう、うん、死んだ。
やると思ったわ。まあまずは、ああサラの可愛いお洋服が、うん、あれ、それではまず味見を、ちょっと後でちょっとコロコロしよう、下に落とそう一回、下を全部掃除機かけよう後で、よいしょ。まずは食べていきたいと思います。それでは実食。うん、あ、しこってない、クレポ完成写真後で終わってからツイッター載せようかな。これですね、クリーミーで、クリーミーでして、コーンとねうまく調和してるってね、おいしい、ほんまにおいしいよ。ってなんだよ。あ、でも中がちょっと、あ、エンファラ入れてます。どう？よくない？完成形はこちらです。美味しかった。あ、そう、チャンネル登録と